ムスティエ・サントマリーは、フランス、プロバンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、アルプ・ド・イコール・オート・イコール・プロバンス圏のコミューン。18世紀に描かれた村のエ・ベルドン渓谷の西の入り口にある。最古の村の記録は5世紀である。数世紀にわたり、上薬をかけて美しく装飾したファイアンス焼きの一種、ムスティエ焼きの中心地として栄えてきた。フランスの最も美しい村に登録されている。 村は数百メートルもの石灰岩室の断崖にぶら下がっているように見える。泉が断崖から湧き出て直接村の中心部に注いだことで村が出来上がった。夕暮れ時になると太陽が断崖の南側を照らしほんの数分間であるが岩肌をピンク色に染める。村の上方にある二つの断崖の間を225メートルの長さの鎖がかけられ、 そこに星の飾りがついている。伝説によると、地元生まれの騎士が十字軍に参加して、ダミエッタでサラセン人の捕虜となり、故郷へ帰れたら星を吊るすと神に誓いを立てた。彼は解放され帰国してから誓いを守ったのだという。観光業が最も盛ん。ついでムスティエ焼き、農業、羊の放牧が行われている。また、AOP である。 オリーブオイルも生産されている。地図中央、ありがとうございます。